おはようございます。本日はちょっと片方しか今眉毛が完成していないんですけれども、ついに髪の毛を染めに行きます。うわー、やばい。本当になんか久しぶりに変えるんですよ。ずっと私ブロンドをキープしていたので、髪型は結構変えたりとか最近もしたりしたんですけど、髪色は全然変えてなかったので、ドキドキ、なんか久しぶりにこんなにねドキドキしてるかも。似合うかなっていう心配がとりあえず今は高い。でもそれこそついこの間インスタグラムのストーリーズで、ストーリーだっけ投稿だっけ、なんかみんなに次髪色どうしようかなみたいな感じでちょっとつぶやき程度で伺ったところ、やっぱり秋だし今流行り的にもなんかジンジャーカラーみたいな、ちょっとこう赤っぽいオレンジっぽい感じの暖色系の色合いっていうのがすでに流行ってるのかな。でやっぱりそのねカラーが多かったんですよ。私もずっと気になってたんですよ。でも赤って私昔結構暗めの赤、ダークレッドみたいな感じのやつはやったことあって、それがね次のやりたいカラーにするために色を抜くのがめちゃくちゃ大変だったんです。赤って結構抜けづらいらしくて、でその時にめっちゃブリーチして超髪の毛切れてみたいな思い出があったので、ずっとねどうしようかなと思ってたんですけど、いやでももうなんか悩んでてももったいないし、時間がもう結構ブロンドやったなと思ってめちゃ気に入ってるんですよ。ブロンドも会う人会う人にもめちゃくちゃ似合うよねそのカラーって褒めてもらえるから、すごい気に入ってはいるんですけど、でもそろそろちょっと卒業してみてもいいのではと思いまして、イメチェンをすることに決定いたしました。いいなぁ、不安だよ私でもイメージ的には結構でもね赤めかも。なんかこういう感じとか結構赤くない結構赤いよね。この色もすごい素敵、こんな感じとかイメージ的にはこんな感じで、似合うかな、大丈夫かな似合うかな。今回もね美里さんのところに行ってやっていきたいと思います。 YouTube も回していいよっていう風に言ってくれたので、みんな付き合ってください。あ、でもその前に私はちょっと今からピラティスに行くので、一旦運動してそこから美容院に行って変わってきます。ちなみに最近私はねこんなデカフープのピアスにちょっとハマってきたかも。やっぱ可愛い、髪の毛短くもなって、あ、これパップの時にいただきました、ありがとうございます。あ、違うわっていうか、これどっちも同じ方にいただいたやつなんですよ。前回これいただいてめっちゃお気に入りで超使ってて、動画でも、でまた今回もねこのビーブラウンのハイライトをプレゼントしてくれました。本当にありがとうございます、嬉しい、めちゃくちゃ使ってます。そう、なんだっけ、何の話だっけ、あ、ピアスだっけ、ピアスの話。そう、なんかやっぱボブにしてから大きいピアスが生えるんですよね、すごく。結構昔こういっためっちゃ大きいピアス流行ってたと思うんですけど、やっぱり可愛い、時代は繰り返されますね。よし、じゃあリップね、リップどうしよう、なんか一応2色ぐらい持っていこうとは思うんですけど、とりあえずこっち塗っとこうかな、ナーズの02686番の前にマックのリップしたし、これ本当に優秀。でもこのリップはやっぱりマックのリップと相性がいい気がする、私的には。これすることでムチが結構良くなります。ああ、みんなドキドキですよねみんなそんなに私の髪色に興味ないかなでもこれを見てくれてる人は多分興味持ってくれてると信じているけど、最近またちょっとこういった赤が強いリップ好きでよく使ってるかも。うん、いい色、なんか結構赤いということで、ちょっと髪の毛やってとりあえずピラティスに行って、そこから美容室行きたいと思います。ではもうこのブロンドとも本当にお別れです。髪の毛がえらいこっちゃですけど、お別れです。本当にありがとう、もうブリーチ何回したことかって感じで痛めつけちゃいましたが、よく頑張ってくれました、ありがとう。私のブロンドヘア、まあでも一生ブロンドしないってわけではないから、また多分やりたくなったらやるだろうし、でも一旦本当にありがとうって感じです。はい、ではまた後ほど、バイバイ。お願いします。
んな感じのイメージなんですけど、はい、なんか色落ちが結構オレンジっぽくなりますよね、うん、ここまでは金髪っていうか黄色っぽくは抜けないかもしれない。あ、そうなんです、うん、ピンクっぽくなります、うん、若干赤みが残るみたいな感じになると思います。どんぐらいの赤さがいいですか？でもあんまり明るいのもちょっと違いますよね。あ、赤みたいな感じ、赤みたいなのも違うじゃないですか、はいはい、ちょっと深め深め。あ、でもこれとか可愛いですね。可愛いですよね。でもなんか暗くなりすぎたくなくて、茶色っぽすぎない感じの。どんぐらいですかね。でその赤系なんで別に根元今回リサーチしなくてもいいかなって思います。しかも1ヶ月ぐらいかかってないですよね。そうですね。なんで全然ブリーチする必要は特にないですし、うん、ちょっと多分髪マジで明るいんでちょっと茶み入れながらの赤にします、うん、はいはい、お願いします。うわー、ドキドキする。カットはカットは木で縛れるぐらいがいいんですけど、若干切れぐらい、いや、ほんと1センチいかないかぐらい整えて、前髪も前髪も切りたいです。見てから決めたい。あ、全然大丈夫です。じゃあ準備します。お願いします。秋だからまだ全然暑いけど暑いですよね。今日もめっちゃ暑い。ちょっと逆ブラシ、あ、マスク何ですね。いきます。はい。このさすがに一発目では持たないかもしれないけど、あ、本当だ。ちょっと時間経ってきたらわかりやすいんで、ドキ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 る。これはね、これ嬉しい。ポップアップ来てくださった時、あ、そうです、ありがとうございます。こちらこそ。あ、でも本当ちょっと来てる。あ、そうそうそう、ちょっと来てる。ちょっと来てる。だいぶピンクっぽい、ね、ちょっと紫。なんかめっちゃカメラで見るとめっちゃ赤く見える。確かにすごい。いきます。はい、ありがとうございます。こっちの溜まってる水も、あ、本当だ、色が。暗い。そうです、暗い、暗いと思います。ね、すごい。わー、めっちゃいい色。楽しみ、楽しみですね。楽しみです。眉毛の色もいい感じですよね。なんかさっきこう倒してる時にあーと思って。よし、一回乾かします。はい、自分でってことですか？え、なんでだろう、まとまこんな綺麗にまとまらなくて、なんか風を結構自分で乾かすと、こう下から上に当てるじゃないですか。ああいう風になると木陰というか、あ、キューティクルが下にこうやって綺麗になってるのを逆さにしてるんで痛めますし、美容師はこっちから見てるからこう上からこう下に当てようって感じですけど、どうしようかな、ちょっと冷やそうかな。普通にこの横幅じゃなくて前の量って感じです。長さ、いい感じです。色も。めっちゃいい感じです。ね、かわいい。ありがとうございます。無意識に。いいですね。いい感じです。じゃあ、トリートメントだけ。はい。ちょっと変わってきてます。あ、本当ですか。感じにできるんですけど、それが果たして理想の毎日やってます。え、でも全然シナちゃん綺麗じゃないですか。
はい、ということで帰りました。髪の毛変わっちゃいましたよ皆さん。こんな感じでレッド赤毛にしちゃいました。どうですか、どうですか。結構私は気に入ってる。やっぱりこんだけ赤いのが初めてなのでちょっとまだ見慣れないですけれども、でも今日事務所行って打ち合わせとかもしたんですけど、皆さんが似合うじゃんって褒めてくれました。嬉しい。今回も美里さんのところでやっていただきまして、トリートメントもやってもらってツルツルになりました。ツルツルサラサラになりました。前髪もちょっと量増やしてもらいました。今回どうでしょうか。とってもお気に入りです。どうだろう、飽きるまではこの赤髪を続けていこうと思います。みんな気に入ってくれるといいな。はい、ということで今回はイメチェン動画でしたちょっとゆるい感じですけれども、結構私の中では大イメチェンをしましたので、皆さんにもご報告しようと思いましてこの動画を撮りました。ぜひ感想お待ちしております。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。